ブラック・ロックシューターは日本のイラストレーター、フケによってデザインされたキャラクターおよびそれを元にした楽曲、アニメーション TV ゲーム作品である。もともとは、フケが2007年12月26日にピクシーフや自身のブログにおいて発表していた一枚のキャラクターイラストから始まった。注目を集めるきっかけとなったのは、 スーパーセルの量がこのキャラクターに着想を得て、音声合成ソフト、初音ミクを用いた曲を作り、フケが映像をつけて2008年6月13日に、初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよ。ブラック、ロックシューターとして、動画投稿、サイトニコニコ動画で発表した動画である。ニコニコ動画上では累計の再生数が2008年末までに100万回以上を記録するなど、 曲自体が多大な反響を得るとともに、キャラクターにも注目が集まるようになった。楽曲は、動画とともに、スーパーセルのデビューアルバム、スーパーセルにも収録され、フケのイラストを立体化した、PVC 塗装済み完成品フィギュアが、1、8スケールフィギュアブラック、ロックシューターとして、グッドスマイルカンパニーにより発売されたのを、はじめキャラクターの商品化も行われるようになった。 2010年にはアニメーションが公開され、2011年には、プレイステーションポータブル用として、ゲーム化が決定、同年の8月25日に発売。また、2011年6月に、月刊ミヤングエースにて、デザインやストーリーをオリジナルのものにした漫画が、連載を開始する。2012年に、さきの OVA を元に手直された。 のイタみな制作の TV アニメが放映されて、以降、オンサタがなかったが2021年の9月16日に、BRS プロジェクトの始動を宣言し、ポータルサイトを開設とともに2022年春、放映予定の10年振りとなる新 TV アニメ、ブラック、ロックシュータードーンフォールを発表。 生誕14年目となる同年12月26日に来週配信予定のアプリゲームブラックロックシューターフラグメントを発表した黒髪を左右の長さが異なるツインテールにしており左目に青い炎を宿した15歳の少女腕に毎秒20発の岩石を発射できる大砲ロックカノンを装備しているイラストやフィギュアのバリエーションとして刀に似た兵器 ブラックブレードや体験を構えたものもある。髪型など容姿が初音ミクに似ていることから初音ミクの派生キャラクターという誤解があるが、初音ミクによる楽曲で有名になったという経緯はある。ものの、本来はボーカロイドとは無関係である。イラストとして描かれた当初は特に設定などもなく、単に女の子が武器を持っている絵という構想で描かれたものだったという。 楽曲のブラック・ロックシューターは、フケが描いたイラストに一目惚れしたスーパーセルのリョウが初音ミクを用いてこのキャラクターの楽曲として制作したものである。リョウはこの曲を歌詞を大切にした読む音楽として作ったとしている。ブラック・ロックシューターのイラストは当時スランプに悩んでいたフケが立ち直るきっかけになったイラストでもあるが、フケはリョウがブラック ロックシューターのイラストをただ見ただけにもかかわらずそうしたキャラクターに込めた思いや背景がすべて歌詞に反映された自分のイメージ通りの楽曲が出来上がっていたことに驚いたという2008年6月13日にフケが作成した映像と合わせて初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよブラックロックシューターとして動画投稿サイトニコニコ動画に投稿 発表され、同年末までに、累計の再生数が100万回を超える人気となった。なお、ブラック、ロックシューターは、このように、初音ミクをボーカルに用いて作成された曲で有名となったが、経緯を知らないユーザーによる、初音ミクの派生キャラクターとする5人に対応するため、初音ミクを、開発元のクリプトンフューチャーメディアが運営する。 投稿サイトピアプロにおいてはユーザーへの注意を行っており、生みの親であるフケも BRS はミックではないとクリプトンの警告に付随する形でコメントしている。ピアプロへのイラストの投稿も当初は禁止されていた同局は2009年3月4日にソニーミュージックエンタテインメントから発売された。 スーパーセルのメジャーデビューアルバム、スーパーセルにもすべてレコーディングし直された上で動画と共に収録された。2009年9月30日に発売されたアニメのパイロット版を収録した、ブルーレイ、DVD、ブラック、ロックシューター、パイロットエディションマイナスには、生演奏に、初音ミクの追加ライブラリー、初音ミクアペンド開発の中で作られた、ベータ版を使用した、 新録音源を収録した音楽 CD が収録されている。また、2009年4月に放送された、ブラック、ロックシューターフィギュアのテレビ CM 曲にも同曲が使用されている。また、太鼓の達人ウィーミンナで、パーティー3代目に収録されている。OVA、テレビアニメともに、主人公の黒ゴマトを中心とした。 現実世界での学校生活を主軸に置かれ、ブラック、ロックシューターたちのいる、裏世界での展開が、現実世界の的たちの精神的な動きや言動と、並行する形で密接にリンクしているという特徴がある。また、ストーリー全体の展開を理解しないと、現実世界と裏世界の展開のつながりを把握するのが困難である、ことから、主張したユーザーたちによって、 全体の展開を納得させるための独自研究が各所でやれている。AG-1 などによるコンテンツ企画プロジェクトシードプロジェクトの第一作として制作2010年に公開予定とし、これに先立つ形で2009年9月30日にパイロット版を収録した DVD ブルーレイディスクと新規音源を収録した CD によるパッケージソフトブラック。 ロックシューター、パイロットエディションマイナスが発売された。2010年3月24日には50分の OVA としてリリースされることが発表された。提供の形は7月24日から、期間限定で本編すべてが収録された DVD を雑誌付録にするのをはじめ、店頭、イベント等での DVD の無料配布、ネット上での全編動画配信、上映会の実施など、 様々な形態で無料公開を行った。こうした無料展開によってフィギュアなどの関連商品の売り上げにつなげるほかパッケージソフトとして特典を付加したブルーレイ版とブルーレイ &DVD 特装版も2010年12月17日に発売された。なお、本編の配布の開始は当初6月25日発売の 月刊ホビージャパン8月号からと発表されていたが、制作上の都合から7月24日発売の9月号へ変更された。なお、雑誌の付録は、ホビージャパン以外に、メガミマガジンとアニメディアにも付いたほか、ブラック、ロックシューター関連のフィギュア製品にも同梱されていた。また、2011年5月2日には、日テレプラスにて、テレビ放送された。 パッケージ版には、本編の他に、フケによる、ジャケットイラストの作画の模様を収録した、映像、ブラック、ロックシューターのパペットを用いて、ナイトメアビフォアクリスマス、コララインとボタンの魔女を手掛けたスタッフによって制作、リンキンパークのジョーハーンが音楽を担当した、ストップモーションムービーとそのメイキング映像、制作発表会で使われたものや、 トレーラーなどの各種 PV 集が収録されている。荒じ中学校へ進学した国井マトは、同じクラスになった高梨読みと親しくなる。一年間を通じて、友情を深め合った二人だったが、二年生になって違う、クラスに分かれ、マトに友人が増え始めた頃から、二人は、少しずつすれ違うようになっていく。ある日、読みが学校を欠席していることを気にかけたマトは、 メールや電話をしてみるが、一向に通じない。落ち込む、的の携帯に一通のメールが入るが、それは、読みからではなく、母からのものだった。高梨さんが行方不明になり、警察が事情を聞きに来ている。すぐ帰ってきなさいと。同じ頃、この世界とは違う、どこかの世界で、左目に青い炎を灯し、大型の砲を左腕に装着した謎の少女が、 何者かと戦いを繰り広げていた。登場人物スタッフ主題歌2011年8月発表。2012年2月2日より3月まで、フジテレビ、のいたみな枠及びニコニコチャンネルにて放送。全8話の構成は、通常1クール12話前後を基本単位とする、TV シリーズとしては異色。OVA 版を原作としたリメイク版にあたり、 ストーリー上のつながりはないが、基本設定は変更を加えしつつ受け継がれており、新たな登場人物を加えて物語を膨らませるとともに、世界観がより詳しく描写されている。現実世界の人物は主に通常のセルアニメ、裏世界の人物は 3DCG で描かれ、異世界観を際立たせる演出として機能するとともに、 限られた作画労力で最地な造形のキャラクターの活劇を可能とした。荒じ中学校へ進学した国井とは、クラスメートの高梨読みと苗字に興味を持ったことと、お互いに同じ絵本が好きであったことをきっかけに親しくなる。だが、彼女はなかなか的に心を開こうとしない。その原因は、幼馴染みの出いかがりに、行動や交友関係を監視。 束縛され続けていることにあった。一方、現実世界と異なる、虚の世界では、ブラック、ロックシューターと何者かの戦いが続いていた。登場人物設定は異なっているが、OVA 版の主要な登場人物と、その担当声優はすべて引き継いでいる。現実世界の住人、虚の世界の住人現実世界とは別にある、もう一つの世界。記事の名称は、 テレビアニメ版公式サイトで確認できるが、作中では明言されていない。現実世界の少女たちの悩みや苦しみが具現化されたもの。ユうとヤの話によると、ここの住人は、現実世界の人間の心の傷を代わりに受け止めてくれる、もう一人の自分であり、死念体。感情を持っておらず、現実世界の自分の感情を本能として、戦っている。死ぬことで、 その住人とつながりのある現実世界の住人は悩みやトラウマから解放される代わりにそれにまつわる記憶の一部を失ってしまうが思い出せば復活できる。講述する他にも多数の住人が存在することがストレングスの階層やチャリオットとデッドマスターと共に遺棄されていた無数の亡骸から見て取れる。 住人はそれぞれ固有の独立した世界のような景観のテリトリーというべき領域を有しており、住人たちの生死によって崩壊したり復活したりする。使面体は自身のテリトリーにいる限り現実世界の住人たちからアクセスが可能で、ウは自らの意志でストレングスと体を交換し、ヤはブラックゴールド層をある程度自由に操作することも可能であるが、 他のテリトリーに入ってしまうとアクセスが不可能になる。また、ほとんどの人間からはその存在すら知覚できない。終盤、ブラック・ロックシューターとして戦う的に感応して復活した住人たちによりすべてのテリトリーが融合した。スタッフ主題歌格はリストカクワのサブタイトル名はすべて楽曲、ブラック・ロックシューターの歌詞の一部から取られている。 放送局ニコニコチャンネル、北海道文化放送、フジテレビ2を除く全ての放送局で、のいたみな枠第一部としての放送作品となる。2022年春より放送予定。また、ディズニープラスでは見放題独占配信予定。原点、従来シリーズと異なり、BRS を示すのマークが2つに増えている。 プレイステーションポータブル用ロールプレイングゲームとしてイメージエポックが開発2011年8月25日発売スタッフ、声優ともアニメとは相違があるストーリーもアニメ版などと異なりブラック、ロックシューターの設定が滅亡の危機にある人類の最終兵器となっている本作ではデッドマスターは登場しないが 死神を模した同盟のアーマメントが登場している。また、ストレングスも同様に登場しないが、ナフェのデザインモデルとなっている。通常版のほかフィグマなどを同梱した限定版も同時発売した。荒筋聖に2032年、地球は異星人からの侵略に遭い、滅亡の危機に瀕していた。人類は英知を結集し、最終兵器、ブラック。 ロックシューターを完成させる。それから19年経った、西暦2051年、最終兵器である彼女が目覚めた時、人類はわずか12人しか生存していなかった。登場人物この項目では、漫画雑誌、月刊、コンプティークで連載中の漫画版の内容も含める。メカニックスタッフ主題歌公式サイトミニゲーム。 イベント公式サイトで実施されたミニゲームよびイベント。登場するキャラは BRS、グレー、ナフェの3名で BRS トーク以外のイラストはプチッとロックシュータのチャンーオーが担当。2011年3月9日ニコニコ動画をプラットフォームとしたソーシャルアプリケーションサービスニコニコアプリにて開始されたソーシャルゲーム形式の RPG プレイヤーが 自分のアバターを作り、他のユーザーと遊ぶ形式となっている。キャラクターイラストは、チャン CO が担当。2012年8月15日午前10時に、ニコニコポイントにて、購入可能なアイテムの販売が停止され、9月12日午後4時を、もってこのアプリのサービスが終了した。アラス住中,中のどこかに存在する、プチッと星。ここには、そのものと結ばれし、 もの全宇宙を滑るべしと歌われた伝説の存在、グレートプチッと星人がいるという。その伝説を追い、数多くのバウンティーハンターたちが星に集まった。彼らは時には争い、時には協力しながら、プチッと星の謎を追う。ゲームモードコラボレーション対応機種推奨動作、環境 APP 価格新しい、ブラック。 ロックシューターを制作するプロジェクトとして2012年11月21日よりサービスが開始されたフィーチャーフォンスマートフォン対応のモバイルゲーム。基本料金は無料。理由は非公開だが2013年6月28日とわずか半年ほどでサービス終了となり、その間行われた期間イベントもわずか2つに止まっている。夢の世界で BRS に語りかけられる主人公は友人に紹介されたネットでよく当たるタロット占いのホームページアルカナの裏サイトで発見した謎のゲームをプレイヤーとして攻略していく。22のアルカナ属性に振り分けられたキャラクターカードを編成強化して進める RPG で1日の運勢によって特定アルカナの能力値が上がるというシステムとなっている。 登場人物本作で、ブラック、ロックシューター以外のシリーズ定番キャラクターの愛称や二つ、名が初めて掲示された。現実世界のプレイヤーアルカナの戦士アルカナの戦士、征罰者探索中に遭遇する、レードボス。かつて BRS らと同じ世界の住民が落ちた、慣れの果て。用語対応機種アンドロイド推奨動作、環境 APP 価格フィギュア、年ドロイドが、 作品の枠を超えて共演する、クロスオーバーの作品。ブラック、ロックシューター、デッドマスター、ブラックゴールドソーが参戦。声付きでの出演だが、ブラックゴールドソーの担当性有名は、公表されていない。角川書店発行の4コマ漫画雑誌、4コマナノエースにおいて、ボリューム1からボリューム10まで連載された。作者はリンゴ。最終話は、 単行本の方が動詞ボリューム10より5日か早く掲載されるという変則的なものとなった。この作品におけるブラック・ロック・シューターはロックちゃんという名でに等身の幼女になっている。内容は主に季節ネタを題材としたコメディ風となっている。世界観登場人物が暮らしているのはどこかにある、ほとんどが岩でできているという世界。そうした世界の作りのために、 食料は何らかの方法で別世界から取り寄せている。また、理由は明かされないが、この世界の子供は成長が極端に遅く、中には一生子供のままという特性がある。登場人物単行本2012年2月4日。 発売、ISBN 978から4から04から12142から8角川書店発行の漫画雑誌、ヤングエースにおいて2011年7月号より2012年6月号まで連載された。作者は鈴木さざなみ。この作品では大話をシーンと表現している。あらすじ天国と地獄の狭間の世界。 狭間の掃除やブラックスターの少女、ロックは、狭間の住人、ロンと共に迷い込んだ死者の魂、よどみを浄化する日々に明け暮れていた。そんな彼女らの前に、魂の姿に戻った、よどみを喰らうブラックスターデッドが現れたのを皮切りに、ロックの瞳に映る世界は徐々に変わってゆく。登場人物、ブラックスターハザマに迷い込んだ魂を浄化するために、 戦う少女たち。本来は、狭間の住人によって管理されていた、よどみの魂であり、人だった頃の記憶は消えている。それゆえに、狭間の住人らの中には、道具のような扱いをするものも少なくなく、感情など不要とまで考えるものもいる。共通として、身につけた衣類のどこかに必ずマークがあり、戦闘時は固めに、瞳と同じ色の炎が灯る。 狭間の住人人間に近い者も,もいれば、動植物や表現をしづらい、様々な姿をしている者も,もいる。シーン、6に、同作者の作品、悪時期に登場した後が、人間の子供として出演している。単行本2011年11月4日。 発売、ISBN978 から4から04から12万45からに2 0 1 1年12月28日発売、ISBN978 から4から04から12万46から92012年6月4日発売、ISBN978 から4から04から12万284から5角川書店発行の漫画雑誌、月刊 コンプティークにおいて2011年9月号から2012年9月号まで連載された。作者は TNSK。登場人物単行本2012年2月10日。 発売、ISBN978 から4から04から12126 12から82012年9月26日発売、ISBN978 から4から04から12400から9エンターブレイン発行のアンソロジー4コマコミック。二千十二年二月六日発売、i s b n 七十八から四から零四から万七千八百三から 後、2012年3月24日発売 ISBN978 から4から04から728020から5ブラックロックシュータードーンフォールに関するカテゴリーありがとうございます